パン菓子パンアンパンアンパンは、中にあずきあんを詰めた、日本の菓子パンの一種である。発祥である木村康夫本店をはじめとして、アンパンとひらがな表記して販売する店も多い。アンパンは1874年に、木村屋創業者であり、茨城県出身の元氏族、木村安兵衛とその次男の木村秀三郎によって、考案された。ご 消しなどと並んで表面のアクセントに用いられることの多い桜の花の塩漬けが初めて用いられたのは翌1875年4月4日のこと。花見のため向こう島の三戸半島屋敷へ行行した明治天皇に山岡鉄舟が献上し、宮内省御用達となって以来である。それ以降、4月4日は安判の日となっている。御用達となったことにより、安判ととに、 木村屋の全国的な知名度も向上し、1897年前後には、全国的にアンパンが流行。木村屋では1日10万個以上売れ、長蛇の列で30分以上待たさせることもあったという。欧米でパン生地作りに公募として使うイースト菌が当時の日本で希少だったこともあり、木村屋では逆種で生地を発酵させた蒸気の流行は、 日清戦争で日本各地から集散した兵士にアンパンが支給されたことがきっかけとなった。アンパンの断面図木村屋のアンパンはパン工房の代わりに酒まんじゅうの製法に習い日本酒工房を含む酒種を使った。パンでありながらも和菓子に近い製法を取り入れ、パンに馴染みのなかった当時の日本人にも親しみやすいように工夫して作られていた。現在では中のあは 粒あん、腰あんのあずきあんが一般的である。中には、インゲン豆を使った白あんパンや、芋あんパン、実あんパンなどの豆以外のあんを使ったもの、桜あんや、うぐいすあんを使った季節のあんパンもある。典型的な形状は、平たい円盤、消しのみ、塩漬けの桜の花、ごまの実が飾りにのせられる。あん、パンを揚げたものは揚げあん、パンやあんドーナツとも呼ばれる。さらには、 トーストにあんを挟んであげたものもある。くれない豆法北海道札幌市とよひらく月日さむでは、明治時代後期に木村屋のアンパンの話をもとに月日さむあパンを作り出した。製法や実物などの情報が乏しかったため、パンというよりも月平に近いサイズと食感を持ったものとなった。当時の陸軍不評、第25連隊の兵士にとって、重労働の後のエネルギー源としてもてはやされ、 それによってできた道路に、アンパン道路と名付けるほどだった。現在では、本間が製造し、道外でも販売されている。青森県北津軽郡三田柳町には、川口アンパンと呼ばれる、小麦粉を原料としたカステラ風の生地で白アンを包んだ、饅頭状の和菓子が存在する。これは、明治初期に考案されたと言われるが、月様アンパン同様名称以外に詳細な情報が、 存在しなかったため、既存の成果技術を用いて、オーブンで仕上げた焼き菓子になったとみられる。ありがとうございます。